さて今日はこの革からベルト通しをカットするんですけどまずねいつもならこの部分をコピーして型紙にして写して切り取るんですけどこれだけなので自分で測ってから切り出したいと思います。 今回の作業はこの切り出して処理する作業で終わりなんですけどなぜこんだけ皮が大きいかというと今回ですね次からカービングする作業に入るんですけどカービングというとこの模様のねつけるやつですねこれがない場合のデザイン をすときにここの部分の皮を使うってことなんでこの大きさがついてたんですけどもちろんカービングして仕上げるのでこのベルト通しだけほんのちょこっとだけ使います残りは別に何か作ろうと思いますでは できましたベルト通しですね、はい。今回はこれで終了です。次からはカービングですね、はい。これで今回終了です。お疲れ様でした。ありがとうございます。